農業機、農業機、農業機とは、農業に用いる航空機である。航空機の高速移動能力を活用し、農薬、肥料などの空中散布を行うことを目的とする。ヘリコプターが用いられることもある。専用設計の機体だけでなく、PZL-104-35R のように、汎用小型機を改造した機体も存在する。広大な高地においては、 農薬散布作業は時間がかかるものであり、それを省力化するために航空機が利用されるようになった。農業機の特徴としては、薬剤散布用のポンプ及び、散布機器は当然のと、農場付近の草地など舗装されていない、飛行場からも離着陸できるエストール能力を確保するため服用機が多く、薬剤を搭載するための大容量タンクとそれに耐えられる強力なエンジン、 適切な散布を行うための低速、超低空における運動性の確保が求められる。超低空飛行時における障害物への衝突も考慮し、機体強度も高い。低空を飛ぶ機体であるが農薬が機内に侵入しないように操縦室を余圧構造としている機種が多い。整備拠点から離れた農業地帯においてユーザーが運用することが前提であるため、 信頼性も重視される。また、農薬、肥料、種子などに対応した多彩なオプションが用意されているが、整備士ではない農家にも扱いやすいように簡単な工具で取り外し可能となっているなど、整備性も重視される。農地上空のみを飛行するため、航続距離は重視されず燃料タンクは小さい。また長時間の飛行は行わないため居住性も考慮されない。 軽飛行機を改造した機体が主流だが、専用設計の機体も存在する。専用機は蒸気の要件を満たすため得意な外観の機体が多い。例としての機体は、肥料を乗せたトラックを後ろに密着させるために、は日本の独立したブームに取り付ける変則的な構成を採用し、主翼下に骨笹を設置したことで、失速速度は時速9 6トルと、 低速飛行を可能とした。また、空虚重量 755kg の丹崎ながら、ビーチクラフトボナンザなど複数人と荷物を乗せる、機体に採用される、エンジンを採用したことで、ペイロードは1トンに達する。一方で最高速度は、時速1 9 1キロメートルと非常に低く、燃料の搭載量は180リットルほどしかないため、航続距離は短い。 農業機の歴史は1920年代のアメリカ合衆国から始まる。国土の広さから航空機の民間運用が盛んであり、広大な農地が多いアメリカでは効率的に広範囲に農薬を散布するための手段が求められ、初期の農業機はデハビランド DH-82 タイガーモスなど軍用機の払い下げのものが使用されていた。1940年代以降は、 空中散布の研究が進んだこともあり、専用機が用いられるようになってきた。1950年代に太平洋戦争中、海4海、ワイルドキャット等の艦上機を生産していたグラマンは、アグキャットを開発した。その後、グラマンは、Z 軍用機の生産に専念することになり、アグキャットの生産をシュワイザーエアクラフトに委ねた。シュワイザーは、 生産を引き継いで1957年から1983年までの間、シュワイザー社はアグキャットを2455機生産した。1981年、シュワイザーはグラマンより設計と生産の権利を購入して、名前をシュワイザー・アグキャットに変えて生産を続けた。1995年、シュワイザーはアグキャットの権利をテキサス州のエジ。 キャッツコーに売却した。2001年2月に設計はアーカンソー州ウォールナットリッジのアライド AG キャッツプリダクションシンクに売却された。アライド AG キャッツは新しい機体の生産は行わず関連会社が大規模なアグキャットの運行を行っている。アメリカでの農業用航空機の需要は極めて大きく蒸気の他にも多くの航空機メーカーが農業用 航空機の供給を行っている。パイパーエアクラフトもその一つであり、1957年に、太陽農業機 PA-25 ポーニーを、1972年には、その改良型の PA-36 ポーニーブレイブを開発、発売しており、多くのシェアを有している。また、ポーランドのも200機以上が輸入されている。その他、 ロシア・ウクライナ等の旧ソビエト連邦諸国や、オーストラリア、カナダ等、広大な国土と農地を持つ国においても農業用、航空機の運用が盛んである。旧ソビエト連邦を中心とする、旧コメコン経済圏においては、アントノフアン -2 が広く採用された。1973年には、極めて珍しいジェット複用農業機の M-15 も開発され、 旧ソビエト連邦で実用された。近年では中華人民共和国においても農業機械化の一環として農業機の導入が大規模に行われている。日本においては高知面積の広さが大陸諸国と比較して狭く、かつた口と高地が隣接している地域も多いことから狭い区域での作業に適したヘリコプターが農業機として用いられている。2000年代以降、 産業用無人ヘリコプターの開発、実用化が進み、小規模な農地でも、無人ヘリコプターを農薬散布や、種も短巻きに用いて、作業の効率化、省力化を図る例も拡大している。近年では、ドローンの利用も模索されている。例外的に北海道では、農地が広大であるため、固定翼機の農業機が利用されている。農林水産省では、無人航空機を利用した。 散布用の農薬を規定している。2015年12月10日に航空法の一部が改正され、産業用無人ヘリコプターやドローンを利用した空中散布には国土交通省の許可が必要となった。農薬や肥料の散布など単純な作業はプログラム化しやすいため農業用無人航空機、農業用ロボットが登場している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。